2018年6月23日5時30分。ネットで見つけた怖い話。第3732話、うほ、いいねー。私が PC を買い始めたとき、私は、一日中ネットに興じていました。私がいつものように PC の液晶モニターとにらめっこしていると、なんとなく、背後から、誰かに見られているような気配を感じました。しかし後ろを振り返っても誰もいない。気のせいだと思って再び PC に興じ始めました。午前2時を回り、そろそろ寝るかと思って PC の電源を落としたその時、電源が落ちて、全体が黒くなった液晶画面のほこりが指ですり取られ、文字が浮かび上がってました。ちょうど雨の日の、曇りガラスに文字を描くように、いつも君を見てるから。ひー、すぐにその家を引き払いました。ネットで見つけた怖い話。第3733話、対決。明日いて。墓見つけたよ墓。大学行く途中にちょっと脇行ったら墓地見つけたんだ。今まで3年通ってたし、大通りからも見えるのに今まで気づかなかった。ボロボロに苔むした、古そうな墓地。コンビニ行くついでにもう一度見たくなってきた。呼ばれてる、みたいな？わら。行ってきます昨日墓から帰って寝たんだけど、朝めっちゃ右足と右手痛くて起きた。痛いしうまく動かんし、医者行ったら、足の指が折れてて手首にひびが入ってるとのこと。寝て起きたらこうなったって言ったけど、絶対信じてない目で見てくるし。墓じゃ何もしなかったんだけどなぁ。ネットで見つけた怖い話。第3734話、閉鎖空間、迫り来る丘だ。友人が体験した恐怖をお話しさせてください。現在20代半ばの彼が、小学6年の時に体験したものです。丸袋にある丸々学院という中学受験の塾に通っていた彼は、夏期講習が休みの日も、友人たちと自習室で勉強していたそうです。そのうち休憩を取ろうということになり、コンビニで買い物をした後、彼らは塾の入ってるビルをうろつくことにしました。そのビルは何階建てかは忘れたそうなのですが、1階から4階までが塾で、その上にはテナントが入っていませんでした。塾の生徒には、そのビルのテナントが入っていない5階以上に行ってはいけないと、きつく言われていたとのことです。その日はビルの警備員と塾の講師の数名しかいなかったということで、彼らは階段に張られた。侵入禁止。の鎖を乗り越えて登りました。屋上にでも行ってお菓子を食べるつもりだった、ということです。ところが何階か登った頃に、友人は上の階から来た警備員にぶつかって見つかってしまったのです。こら、お前たち何やってるんだ。友人はとっさに身を翻し、登ってきた階段を降り始めました。身体がぶつかった時に警備員の名札が見え、岡田、亀井、と書いてあったそうです。子供は素早いもので、友人とその仲間は急いで階段を降りていきました。また、捕まらないよう長い渡り廊下を渡って反対側の階段から逃げました。しばらくして、友人はおかしなことに気づきました。降りても降りても塾が入ってる階までたどり着かないのです。変だな、と思った友人は階段の踊り場に、7階、と書かれているのを見、警備員のおじさんが追いかけてくる声を聞いて、慌て出しました。友人がさらに階を次々に降りていきます。しかし、いつまで降りても表示は、7階、のまま。彼らは半ばパニックになり、泣き出す者もいたということです。するとその時、下の階から塾の講師が現れ、捕まってしまいました。お前たち、上の階に行ったんだな？あれほど行くなと言っているのに。友人は警備員の人に怒られて追いかけられました、と言ったそうです。
その後に起きた、不思議なことも。すると講師が言いました。昔な、上のテナントの警備員がうちの塾の子供と遊んでいて、階段から誤って落ちて亡くなられてしまったんだよ。それから上の階では不思議なことが起きるというので、気に悪がられてテナントが入らないんだ。そうだお前ら、警備員さんの名札を見なかったか？先生が後で謝っておくよ。友人は言いました、岡田さんという人です、と。すると講師は青ざめて言いました。その亡くなった警備員というのが、岡田さんというんだ。この書き込みした人、まだ見てる？どちらさん？その体験したの俺なんだけど。今書き込みて一番怖くなったよ。丸袋ってのは合ってるが、しまる大丸って超有名進学塾の夏期講習で、丸袋にある、東丸電丸専門学校って専門学校の校舎を借りて、夏期講習してた時の話だよ。警備員ではなく、各教室に一人ずついた監督員ね。下に逃げる途中、階段の踊り場に人の形をかたどった白線。飛び降り自殺した時に書くやつ。があったのも補足しておく。ネットで見つけた怖い話。第3735話、キモ女と愉快な仲間。何年か前、友人たちとアパートで飲み会をした。その時酔った勢いで心霊スポットに行くことになった。知ってる人も多いだろう。大阪の有名なあのスポットだ。たまたまイタイスという女も誘っていくことになったが私は、あまり気が進まない。S は人付き合いが悪い、というより性格が悪いため、友人らしい友人はおらず、割と整った顔をしているのにいつも嫌な感じの薄ら笑いを浮かべ、こちらから声をかけない限り話すこともなく、稀に話すことがあっても、不謹慎だと分かっていてつい笑ってしまうような、皮肉ばかり吐く。仲がいいとはとても言えない女だったからだ。飲み会にもただ酒を飲みに来ただけといった感じで、誰も誘ってないのにやってきて、周りが階段で盛り上がっていても、ただニヤニヤ笑いながら黙々と、割り勘なのに、酒を飲むだけ。そんな奴をわざわざ誘ったのは、S は巷では半信半疑ながら霊感があると有名だったからだ。誘ったけど S は行かないと言った。それでもそこをなんとか、と頼むと、そんなに行きたければ4人で行けばいいじゃない。それとももっと人数が多くないと怖くていけないの？すると短期でいつも S に食ってかかるわいが、うるせえよ。こんなに誘っても来ないお前こそ怖いんだろうが。もう行こう。こんな奴もうさそうな。というわけで、私たちだけで行くことになった。その周辺まで車で行って、しばらくうろうろしながらだべっていたけれど、内容は主に S の悪口。結局何も起きないので、アパートに帰ろうと車に乗った時、バックミラーに、車の後ろにみっしりと並ぶ、青白い顔が映った。焦点の合わない目をした人の群れだった。必死でエンジンをかけようとしたが、いくら鍵をひねっても何も言わない。そんな気配を察した H が後ろを向いて悲鳴を上げたので、車内の全員がそれに気づいた。彼らはあっという間に車を取り囲み、ペタペタ、ガンガンと音を立てていたがしばらくしていなくなった。その時すぐにエンジンがかかったので、飛ぶようにアパートに帰った。すでに S はおらず、すべて飲み尽くされたビールやチューハイの空き缶が転がっているだけだったが、そんなことを気にする余裕もなく、ただ全員が無言で帰宅した。何週間かして Y が交通事故で死亡した。俺たちはショックだったが、特に気になったのは、Y だけお払いに行ってなかったことだ。みんな S の勧めで、よく聞く。お寺にお払いに行ったのに、彼だけ来なかった。S に聞くと、ニヤニヤしながら、Y にだけはお払いを勧めなかったと言った。前々から鬱陶しかったし、格好の機会だと思って何も言わなかったんだ。お前ら全員背中に4、5人背負ってたから、
ほっとけば面白いことになると思って。直接的な原因と認めるのは嫌だが、それでも気味が悪い。S は今とある役所に勤めている。今でも尋ねると、あのニヤニヤ笑いで迎えてくれる。ネットで見つけた怖い話。第3736話、キモ女と愉快な仲間リターンズ。S のエピソード2。今からだいぶ前、高校1年で、S とはすでに面識があり、知人以上友人未満だった頃。夜寝ていると、やたら不機嫌な母親に起こされた。何でもさっき電話があり、私に代われと言っているらしい。電話に出てみると S で、何やら笑いを含んだ声でもうすぐあるイベントがあるからテレビをつけて起きていろという。すでに S がただの女子ではないと知っていたので、言う通りにすることにした。女性の声でこんな夜中に電話があったというので、家族に冷やかされるのをかわしながらテレビをつけた。30分ほどして眠気に勝てずテレビをつけたままうとうとしていると。ぐら。と家が揺れた。後に言う阪神大震災である。後に S の父母に会う機会があり、確認したところ、何でもいきなり両親を叩き起こして食器棚から皿を下ろし始めたそうです。S の気候に慣れた両親も驚いていると、今度はいくつかの家に電話をかけ始め、そしてテーブルの下に S がこもり、しばらくして地震が起きたので、今度こそ腰が抜けるほど驚いた、と言っていました。ネットで見つけた怖い話。第3737話、オカルト好きならノングレア。すいません。PC の電源落とすと、消えて暗くなったディスプレイに反射して、部屋の中が映り込むんですけど、1週間前から白い服の女の人が立つんです。すぐ消えちゃいますけど。それが、だんだん近づいてくるんですよ。どうしたらいいですかね？ちなみに一昨日は2メートル後ろで、昨日は1メートル後ろで、今日は。どうしよう、PC の電源を落とすのが怖いんですよ。ネットで見つけた怖い話。第3738話、いろはにほへと。教えてちゃんですいません。どこで聞いていいのかわからないので、ここに書き込みました。いろはにほへと、の配列を変えるか何かすると、何かのメッセージが出てくると、どこかで聞いたことがあるのですが、それがどうすればいいかわかりません。知ってる方書いたら、教えてください。検索するにもパソコン持ってないので、さすがに携帯では無理でした。お願いします。とがなくてシス、とかなんとかのヤシだったような。7文字ずつ区切って最後の文字を読んでいくと、多分なると思われ。いろはにほへとちりぬるを、若よたれそつねならむ。うのうくやまけふこえて、あさきゆめみしひもせす。誤爆だったらすまそ。昔ユーソジャパンでやってたね。柿の元ひとまろが無実の罪で捕まって、それを主張するために作ったとの噂。とかなくてしす。とがなくてしす。罪もないのに死ぬ。ネットで見つけた怖い話。第3739話、透明キトキトニャンコ。3年くらい前の盆頃、テレビをポケッと見てたら、目の前を猫がキトキト歩いてゆっくり通過していく。そのままスーッと目で追っていったら、猫は入り口の向こうの階段に向かい姿を消した。なんだ猫か、どこ行くんだろな。とテレビに向き直った瞬間ハッとした。猫派好きだがうち派猫なんて飼っていないし、その猫派ステレオボードから出てきた。よくよく考えてみたらその猫派輪郭すらない透明で、無論色などわかるわけないんだけど、ロシアンブルーっぽい色で、キトキトと歩く足取りまでなぜかわかった。入り口まで目で追うくらいずっと見てて何も怖くなかったんだけど、後からゆっくり考えたら一気に血の気が引いたのを覚えている。
ちょっとすれ違いすまそ。ネットで見つけた怖い話。第3740話、勇者王レベル。小学校の時、先生に知能に障害がある子のうちに遊びに行かされた彼は脇目も振らずにドラクエさんをやっていて、正直、こいつでもドラクエとかわかるんだなぁ、と思った30分ほど彼のプレイを見ていて、とても悲しいことに気がついた彼がそのゲームでやっているのは、アリア班の周りでスライムとカラスを倒す、ただそれだけだった。パーティにただ一人の勇者の LV は50を超えていた。彼は延々と、素手でスライムを殺し続けた。とても楽しそうだった。先に進めてやろうと思い、キコンに手を伸ばしたら、すごい剣幕で怒鳴られた。なんて怒鳴られたか聞き取れなかったけれど、とにかく怒鳴られた。それを見て彼の母親が、ごめんなさいね、〇〇ちゃんはファミコン大好きのよ、と僕に謝った。彼はドラクエ以外のソフトは持っていなかった。僕は、それ以来、ゲームをやらなくなった。以前のようにゲームにのめり込めなくなってしまったのだ。コントローラーを握るとやるせなくなった。友達の家に行っても、みんながやるのを見ているだけだった。その間、僕は、ゲームに興じる友達の背中だけを見るように努めた。本当に虚しかった。僕は、ソフトを彼に全部あげて、本体は捨ててしまおうと思ったが、兄に怒られ、それすらできなかった。一人暮らしをしている今でもゲームは嫌いだし、もちろん家にも置いていない。時々、彼と、永遠に世界を救えなかったであろう彼の勇者のことを思い出す。今日のオカルトスレ。世界にまだ探検されてない魔境とかないのかよ。今の世界は謎と神秘が足りない。アフリカの密林の奥地に、霧に覆われてまだ発見されてない国とかそんなのないのかよ。ヘビースモーカーズフォレストとかさ。ワクワク感足りないよ。深海。リンク。地下大空ほら。もう千年の地に生まれたら他の惑星探索できたのにな。地底世界とか、雲の上の世界とかそんなのないのかよ。まだ登頂されてない山なかったっけ？ https://jawikipedia.org/wiki カイラス山。恐竜みたい。どっかに残ってないのかな？残されたのは宇宙と海底と地中。ギアナ高地。地下帝国とかあったらおもろいのに。それカッパドキア。やっぱあんなアリの巣みたいなのになるんやな。もっと開けたところとかあったらおもろいのに。ジャングルの奥地でも行ってこいや。前人未到の地なんていくらでもあるやろ。いやギアナも解明されつつあるし外部からの微生物入りつつあるやろ。深海もだいぶ解明進んできてる。地底ぐらいしか後はない。地底でも内部コアとかその辺が気になるわ。圧力とかすごいし、プレートまでまだ到達できてないのな。プレート移動説を目で確かめることは、まだされてない。今まで人の足に踏まれたことのない地面はどのくらいあるんやろな。登山すると普通に登山道作られてたりしてなえるわ。アマゾン川の下に川あるらしいじゃん。アジア大陸の下にでかい地底海もあるよ。センチネルやろ。すごい排他的かつ光線的な部族で調査がほとんどできてないぞ。保護されてるからね。保護されてなければあんな部族簡単に調べられてしまう。保護っていうか干渉したくないだけやろな。深海はロマン溢れるんごねー。言うて深海もな。珍しい生物見つけてもしょうもないクソザコ深海魚ばっかりやし。もっとヤバいサメとかいないのかよ。深海は、まだ 3% くらいしか人間に知られてないとか。それは10年前ぐらいの話。10年経った今はなんぼなん。4% くらいか。
それぐらいかな。各地の海底の新種は続々発見されてるね。海底は分かっても魔の海中すべてを潜航探査するには時間がかかるね。特に海溝のあたりまで行くのは日本の探査船でも難しい。北極の地下大空ほらやぞ。ギアナ高地とかもう芸能人でも行けるからな。秘境でもなんでもない。東南アジアの大森林とかなら、深海やギアナよりも地底の方だよ。地下深くに生きてる微生物が発見されたりして何をエネルギーにしてるのか不思議がられている。深海は言うほどワクワクしないなぁ。海底人とかいないし。新しい構成物質とか見つかるかもしれんからね。調べてみる価値は、まだまだある。ものすごく深い地下にいる微生物なんかどうして生存してるのかも謎だ。その微生物を食べる地下生物がいるのかとか調べたくても全部掘り返すわけにもいかなくて難しい。ケイマーダシまで検索やで。下手に宇宙より深海のが面白そうだよな。魚も変なやついておもろいし。今は探査船で南極の海底も調べてるから今となっては地底ぐらいしか未探査の領域はないよ。内閣とかは調査できるの？現時点の技術では不可能。あと数世紀しないと無理かと。基本的に暗いところだよな。深海や地中とか。エウロパ、グリーゼ、火星。まだ表面舐めただけやろ。人が入れない洞窟とかまだあるんちゃうの。宇宙移行や宇宙。火星植民地にして太陽系制覇の足がかりにするんや。ならワイはコロニーで独立宣言するわ。センチネル族、センチネレセ、ペオーピーレ、は、インド広し東部のアンダマン諸島に浮かぶ北センチネル島に住む先住民族。人口は250人ほどとされる。今もなお石器時代の生活を維持する世界で唯一の民族と言われ、外部との接触を拒否する生活を続けており、インド政府も干渉をしない意向を示している。センチネル号を話すが、島の外部でセンチネル号を介する者はおらず、インド政府ですらセンチネル族と会話でコミュニケーションを取ることは不可能である。1、2、言語系統的には南アンダマン諸ゴンガンゴ族に含まれ、ジャラワ族やオンゲ族と同系統と推定されているが、詳細は不明である。部外者親を用いて無差別に攻撃するため、調査目的であってもセンチネル族に接触することは危険である。こんなのが昔いたとかワクワクする。前なんかの番組で人間が踏み入れたことがない場所とか言って苔の量が半端ないところ進んでたのは面白かった。チェルノブイリ跡地にわずかだけど放射能を除去してくれる微生物が発見されてる。なんか放射性物質を他のものと化合させたりして無力化してるらしい。山口の秋吉台には大きな縦穴があるとかないとか。カイマルクチカトシもロマンあるよなぁ。土星か木星の衛星に分厚い氷で覆われた星があるらしい。しかも氷の下には水と生き物がいる可能性大。エウロパやね。とりあえずナスDに行かせればいい。中東の方にエデンの園のあっただろう場所をほぼ特定したとかいう話が出てたね。気候変動で跡形ないらしいけど、ヤークトの大鍋ってどうなんやろな。あれは地面に溜まったガスが抜けてくぼ地になったやつやろ。抜けたガスに引火すれば火の柱が上がる。なんやただのガス溜まりやったんかいな。でもいきなり火柱上がったら見つけたやつびっくりしたやろな。YouTube に未踏の地と P10 みたいな動画あるよな。秋吉台はいっぱい謎残されてる。海から遠いのにマグロの化石が発見されたり、マンモスやらは発見されてるけど、それより前の化石はなぜか発見されてなかったり。そういえば新潟の佐渡の上の方にめっちゃ小さい島が一つあるけど、あそこって人住んでるんか。淡島か？それなりにおるで。学校も中学までならあるはず。3月、
地図で見るとあんな小さい島でも人おるんやな。しかも学校まであるとは驚きだわ。そういや琵琶湖にも島が一つあったな。あそこにも人住んでるらしいね。アトランティスやシャングリラみたいな古代文明説の方がワクワクする。アトランティスはクレタ文明説が有力や。オリハルコンは軌道で5円玉はオリハルコン製。セントラリア炭鉱。2004年のスマトラ島沖地震に際しては、救援物資輸送のヘリコプターに対し、矢を放っている。2006年には、カニの密漁をしていたインド人2人が、寝ている間にボートが流され北センチネル島に漂着した結果、矢でいられ殺された。インド政府が2人の遺体を回収しようとヘリコプターで向かったが、矢を射かけられたため回収することができなかった。この事件は人が殺されているにもかかわらず、島が、現代社会の一部ではない、として放置されている。に、ワクワクするやろ。過去、深海1万メートルまで潜った人類は歴史上3人のみ。約60年前に潜水艦の設計士の息子と米海軍の注意が、そしてもう一人は映画監督のジェームズ・キャメロン。ロマンあるやろ？ヘビースモーカーズ・フォレストの実在を信じて疑わなかった。あのデキスギ君が嘘を言うなんて思わなかったし。ヤコブの井戸なんかもワクワクするんを、アメリカ合衆国テキサス州の丘陵地帯、テキサスヒルカントリー。お流れるサイプレス川の川底にある水中洞窟、カルスト泉、である、テキサス州インバリー北西部に位置する、1、2、泉の開口部の直径は、12フィート、3.7 メートル、あり、サイプレス川に隣接する土地のオーナーが所有し、風変わりなスイミングスポットとして用いられている洞窟は、川底の開口部から約、30フィート、9.1 メートル。垂直に加工し、狭窄した壁に仕切られた先にあるチンドロで埋まる小空間を斜め下方に下り続け、最深部は、120フィート、37メートル、の深さに達する。周辺地域に広がるトリニテ帯水層から供給を受け、近年では、1924年2秒あたり、170ガロン、640リットル、の水量による、6フィート、1.8 メートル、の穏やかな地震が観測されている。3、4、地域の開発によって、トリニテ帯水層の水位が下がり、ヤコブの井戸の流れにも影響を及ぼした。現在においては、泉の流量はサイプレス川の表面にかすかな波紋が見える程度である。記録上では、2000年に初めて泉の流れが止まり、そして2008年にも再び止まっている。5、現在、地域の水の保全と品質を改善するため地元自治体のヘイズ郡は、開発から泉を保護するための試みとして、2010年にヤコブの井戸の周辺の土地、50エーカー、20ヘクタール、を購入した。さらに、ウィンバリーバレー流域協会、WVWA、が管理する近隣のジェイコブスウェル自然保護公園の、31エーカーを郡に移管し、新たにウエストリッジ地域と呼ばれる、80エーカー、32ヘクタール、も移された。6、7、ヤコブの井戸探査プロジェクト、8、の洞窟潜水による調査と地図作成によって洞窟内は2本の主要な通路から構成されていることが分かった。1本目の通路は、表面からおよそ、4300フィート、1300メートル、で、2本目は、通路の分岐点からおよそ、1000フィート、300メートル、の長さで広がっている。9、洋出店、このほら。おしまい。